8月5日ケリヒメスイーツ何々亡霊騎士と秘密の太陽のテクニカルが追加されたと。でもって金曜日だからいろいろ更新があるじゃないのか。コラボアイテムゲットのチャンスなんか増えたのかな。琥珀石眠る館城跡、前あった館城とは違うやつかな。確かドレス経験値だかなんだか割と馬味じゃなかったっけ。リノガウ現る、これ前からあったけども間違えた。でね、今日ね、今日中にあげられないかもしれない。で8月5日からだ。8月5日からシュッ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 、ちょっと急いでるんだから1日に3回、お、なるほど。もうそろそろ終わると思うんですけど、うちどうしよっかな。司令官とかいるかな、いないな。あ、いますね。で待てまずいくら時間がないとはいえ、ちゃんとね、経験値とかこういうのはしっかりと入れておかないともったいないですからね。いっぱい入ってく。そろそろまたでかい割引イベント入ってくんないかな。次は1200万ダウンロードがあるんじゃないのか。よしよし、レベルは560で、ディノガウ挑みましょうか。あとなんだろう、館城をちらっとやればいいかな。うるせー、更新してこの辺りのバランスも直してくれませんかね。まあ何回やってもね、そのこのステージの BGM がくっそうるさいことを忘れていた俺の失念でもあったが、それでもうるさいよ。よしよし、なんだっけ、団長、サーカス団長のおかげでもうこれラストゲージだもんね。さあディノガウ撃破したら何もらえるかな。攻撃力強いってのもあるけども、このゲージの減りがな、強えよ。しかもこのゾウバリア持ってるし、悪魔使いだとね、範囲はすごくあるからいいけども、ただ一発の火力だからそんなに強くないってのがあいつだったけども、それの完全上位だね。道化師プラス悪魔使いをさらにね、足してなんかをかけたような感じ。でもここプラチナアップのにしなくても確定ドロップかな。討伐の証、ガウガウ使用人だ。ワン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 サンワンワンワン。であと更新で、お、討伐をしましたと。さてさて、まだやってないところがちらほらあるぞ。でここの達成報酬、あ、これ結局ってか、きっとあれでしょ、覚醒色なしでとかさ、ほらな。はいはい、出ました。あ、でもここだったら覚醒色なしでも、覚醒色のいないパーティーでランク9、テクニカルがどんだけ強いかによるけども、これね、コラボキャラクターどうなんだ、コラボキャラクターあっていいのかわからんな。とりあえず明日やろう。ここは明日までにこの9と10、8まで進めておきます。でここはゲットしてないものは特にない。イベント発生中。ここは前あった館城とはじゃあ別か。じゃあね、こっちだったら装備変更で、何がアップするのにしとこうかな。ドレス、武器4倍にしとこう。ドレスがね、もう結構強化せずに放置しっぱなしだから、もう強化っていうか経験値がね、突っ込めるやつがね、残り少なくなってきたからね。でこのステージをやってあと3分ぐらいでしょ。で編集は1分で終わるでしょ。でそっからエンコードで10分未満の動画だから15分前後で、 YouTube に投稿してまあ5分もかからずに上がるだろうから、ギリギリ8月5日中間に合うかなって感じですね。でここは強化石、ドレスの強化石だったかな。
とかが出やすいのかな。でも琥珀ってあったからちょっといいタイプの、てかここ音うるせえなちょっといい石が手に入るのかな。でまあ一ステージ目だからかなり楽ですけども、なんだろう、反射持ちとかそこら辺は出そうだね。そして奥の方にお墓がある。しかしお墓、あ、お墓もしかしてダメージが食らうやつかな。あ、しまった、先制術師打っちゃったけども、ジャッジメントでよかったな。やはりこれはバチが当たるというわけね。バチが当たってダメージを食らうと、だから範囲がでかいとあのお墓と外場のあっちにも食らっちゃうと。経験値はさほどでもない。で金箱は、ふんふん、強化石とドレスの琥珀石やアクセサリーの琥珀石が手に入る新ステージ。いいっすね、ドレスの強化石をどんどんゲットしておいて、で割引、強化費が割引のイベントの時に一気に強化しようって感じですね。あと明日はね、明日明後日土日なんで、普通のリミットステージでもしっかりやっておきましょうってあたりで今日はここまで。さて今日中に投稿できるかな、急ごうっと。また明日。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。